どうも、フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボー地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報についてです。こちらです。こちらはですね、7月17日の午後4時現在のデータとなっています。一番上の黄緑色のところにある39,593人、これはですね、感染者の総数から回復者の総数と死亡者の総数を抜いた数、アクティブなケースと呼ばれています。それがもう4万人近くとなっていますね。その下の黄色の四角に書いてあるのが、プラス1841人、これは新規感染者の数です。そして、その左の方の下に書いてあるマニラ、ケソン市、マンダルヨン、セブ市、ナボタスというのがそれぞれの地域で出ている新規感染者の数ですね。そして真ん中の円グラフがアクティブなケースのうち全体の 90.3% がマイルド軽症だということを表しています。そしてアシンプトマティックというのが無症状ですね。無症状が 8.8%、 シビア、重症が 0.4%、 そしてクリティカルというのは致命的な症状の人が 0.4% ということです。そしてその右の数字が感染者の総数となっています。63,001人になっています。続いてこちらですね、回復者です。回復者は新たに311人出ていまして、回復者の総数は 21,748人、そして死亡者は新たに17人出ていまして、死亡者の総数は1660人となっています。下のグラフは1日で新たに出た死亡者の推移を表したグラフになっています。続いて、ダボー地域の情報です。こちらはですね、7月16日の情報となっています。新規感染者が35人出ています。感染者の総数は878人。で、新たな死亡者は出ておらず、死亡者の総数は42人。そして新たな回復者は23人出てまして、回復者の総数は489人となっています。はい。まあ、全体バッと見て、ダボー市が一番多いですね。643人出てますね。新規感染者も30人1日で出て一番多くなっています。で、いつも飛ばしてますけども、その下にある369というのは1日で検査を受けた人の数ですね。で、その下の35というのが、その検査を受けた中で陽性だった人が35人ということですね。なので、陽性率というんですかね、検査を受けた中で陽性だった人の率というのが 9% となっているというのが一番下の数字です。で、今回はちょっと詳しく言って、左の円グラフですけども、878人、感染者の総数ですけれども、そのうちアクティブなケースが 40%、347人、そして回復者が 55%、489人、そして死亡者が 5%、42人というのがこの円グラフの内容となっています。はい。そして今日のメインですけれども、ダボー市がですね、2日前ですね、7月15日に発表された規制の段階が MGCQ、修正を加えたコミュニティ隔離というのが継続になったんですけれども、実はその数日前にですね、国の方からは、ダボーはちょっと感染者が増えているから GCQ 一歩一つレベルが高い一般的なコミュニティ隔離に戻した方がいいんじゃないかということが言われていました。ただダボー市長が反対したことによって MGCQ が継続される形となりました。それについてサンスターダボー新聞というですね、ローカル新聞の記事に詳細が載っていましたのでお伝えいたします。まあ、7月13日にですね、ダボーのサラ市長という方が実は国の省庁間タスクフォースからダボー市は7月16日以降 GCQ に戻すように言われているということを発表したんですね。ただ、ダボー市としてはそれに対して抗議を MGCQ のままにしてほしいという抗議をしているということを発表していました。で、ダボー市は7月1日から MGCQ の対象となっているんですが、ダボー市はですね、その市内の中でも感染者が多くなっているところをレベル分けをして危ない地域というのを分けていたんですね。で、感染者があまりにも多く出ているところはその区域だけ限定して規制を厳しくするということを市独自で行っていました。そしてバランガイという行政区画の一番小さい単位に入っていって、感染者が多く出ているところではですね、人を集めて検査を行って、さらに陽性が出たら追跡をしたりだとかですね、感染者を増やさない努力を市として行っていました。で、徐々にですね、海外からフィリピンに戻ってきて、そしてマニラからダボーに戻ってくると、または別の場所ですね、ダボー出身の人が別の地域から飛行機で戻ってくるというのが増えているんですけども、やはり特にマニラから戻ってきた中からですね、実は陽性だったということが分かって、で、その人から別の人に感染したというケースが多かったらしいんですね。なので、その場合は当人はもちろんその家族や親戚にまで追跡調査を市としては行っていたと
ということをアピールしています。その結果、7月15日の大統領が承認した発表ではですね、ダボー氏はそのまま MGCQ 継続ということになったんですね。ただ、ダボー氏のサラ市長は、ダボー市での MGCQ の実施に伴い、ダボー市の新型コロナウイルスの感染者が増加していることは認めています。それに関してですね、サラ市長が、確かにダボー市では感染者は増加してますけども、元の GCQ という今より厳しい規制に戻るべきですかということを問いかけたりしてるんですね。もちろんそうではありませんということも言っています。そして、ダボー市は、厳しい隔離を永遠にすることはできないということも言ってるんですね。そしてそれはもちろん経済活動を止めてしまうことになるからですということも言っています。MGCQ の下では、より多くの施設が運営を許可されますし、また GCQ の下でも許可された店でもですね、MGCQ になるとより多くのお客さんを中に入れていいということが、その違いがあるんですね。で、当然店としては特に飲食店とかですね、どんどん回転させていかなくちゃならないのに、少ししか中に入れてはいけないのと、もっと入れていいのととは全然違いますよね。なので、ダボー氏としては MGCQ をどうしても貫きたかったというところがあります。まあ今、ダボー氏はリカーバーンといってお酒の販売禁止されてるんですけども、バーを開けたりですとか、あとその他ホテルとかビーチリゾートとかは娯楽関係は禁止されてるんですけれども、宿泊目的のみであれば泊まっていいということにもなっています。そしてレストランとかヘアサロンですね、等も開けていいとなっていまして、GCQ の時よりも MGCQ の方がより多くの人を中に入れることができるようになっています。はい。またインターネットカフェとかフィットネスジムもそうですね。で、それらはそれでもですね、収容能力の 50% までということに今のところなっています。そして MGCQ になっている今でも観光とかですね、レジャー関係の集まりというのは引き続き禁止されています。フィリピンはキリスト教国なんですけども、宗教儀式については、礼拝する場所の 50% までということで、今は入れていいということになってますね。それでも宗教によってそのまま集まりはしないというところもあると思うんですけども、一応 50% までは許可されています。で、結婚式とか洗礼及びその他の宗教的な儀式は25人までの出席が許されており、しかも家族親戚のみまでということになっています。で、日曜日はですね、ダボー氏は今基本的にみんな外出禁止ですので、ミサとかですね、他の形態の礼拝とか宗教的儀式も禁止されています。はい。そして葬式とかですね、こちら埋葬なんですけども、埋葬に関しては家族のみに限って行うことが許されています。それ以外ではですね、政府または企業向けの大規模な集会というのは会場の収容人数の最大 50% まで許可されています。ただしこれもレジャーとかですね、娯楽関係のイベントは許可されていません。そして、MGCQ というフィリピンでは今のところ一番緩い規制にはなっているんですけれども、それでもですね、引き続き21歳未満の子供、そして60歳以上の成人、さらに免疫不全の人とかですね、健康リスクのある人とか、妊婦さんですね、は基本的に外に出ることは許されておらず、まあ、ただ食料品を買いに行くとか薬を買いに行くのは外出許可証があればですね、他の人と一緒のように外に出ていいということには一応なっています。あとはあれですね、仕事をしている人は、会社の ID もしくは在職証明書等があれば、それをですね、必要な場所で提示、もし見せなさいとやれば提示できれば外に出ていいことになっています。そしてスポーツに関しては、サブディビジョンまたはバランガイ内での非接触のスポーツは月曜日から土曜日までは許可されています。そして、先ほどもちらっと言いましたけれども、基本的にですね、外に出る場合は、仕事をしている人以外はですね、FM パスという外出許可証が必要となります。FM パスというのはフード&メディスンパスと言いまして、要は食料品もしくは薬を買いに行くときにそれを持っていくというパスですね。そして夜間外出禁止も未だにありまして、午後9時から翌日の午前5時までは外出禁止となっています。そして外に出るときとか、公共の場所にいるときはマスクが必須ですね。で、建物の中に入る際はアルコール消毒されるか、もしくは手を洗う場所が設置してあって、そこで石鹸で手を洗うということが基本的にどの施設でも行われています。そしてリカーバン、酒類販売禁止ですけども、これはですね、一応7月15日の時点で再検討するということで、ずっともう酒類販売禁止だったんですが、ダボー市長が引き続きこのコミュニティ隔離が続く間は酒類の販売は24時間禁止したままにするということを発表しています。まあこれコミュニティ隔離が続くまでですので、本当にいつまで続くかっていうのはわからないですね。まあよほどですね、この新規感染者が減れば、もしかしたらまた変更ということはあるかもしれないですけども、残念ながらですね、今のところコミュニティ隔離というのが続く間は酒類の販売は禁止のままとなっています。
ちょっといつも暑いので水を飲ませていただきます。エアコン切ったり扇風機を止めないと音が入っちゃうのでですね、結構暑いんですよね。あ、汗見えるかな。あ、汗が見えてますね。すいません。はい。で、最後ですけども、で、これはコミュニティ隔離とは関係なく、ダボウ市独自の規制といいますか、禁止事項ですけれども、タバコがもともと禁止されているんですよね。外の公の場所でタバコを喫煙するのが禁止されています、ダボウ市は。で、これは2002年からですね、今大統領になっているドテルテさんが市長だった時から始まっていまして、で、この度ですね、市議会によって条例が修正されたようでして、より厳しくしていくということなんですね。で、改正法の下では、禁煙条例の違反者には、最初の違反に対して2000ペソの罰金が課されることになります。そして2回目の違反では3000ペソ、そして3回目の違反については5000ペソとなるそうです。以前は最初の違反は1000ペソ、2回目の違反は2500ペソだったらしいんですね。で、これは毎年違反者の数が増加していることが理由だそうです。2017年以降ですね、なんと年間平均1万人の違反者がいるらしいんですね。で、2019年にはその罰金の総額が810万ペソになっていたそうです。もう日本円にすると1700万円弱ですよね。すごい金額ですね。で、この2019年の罰金の徴収額っていうのが過去最高の徴収額だったとのことです。なので、もっと厳しくしなくちゃいけないなということになったんでしょうね。で、しかも今年の3月の時点ですね、まだコロナで規制が厳しくなる前の段階で、すでに177万ペソの罰金が徴収されていたそうなんですね。まあ、本当にタバコ吸う人にとってアダバオはちょっと住みにくいとよく言われますけども、まあ私は吸わないんですけど、吸わない人にとってはね、クリーンでいい街だなと思います。で、さらにですね、ダバオ市としては、普通のタバコとは別に、電子タバコにも条例を課すつもりであると担当者が言っているということが報道されています。まあ、そのダバオ市の担当者がですね、今回コロナウイルスにも関連づけてこの話をしているんですが、喫煙者がですね、新型コロナウイルスになりやすいという具体的な証拠はまだないんですけれども、喫煙者がウイルスに対して脆弱になる高い可能性はあると言っています。それは喫煙というのは免疫系を弱めると。で、一旦弱い免疫系になると、新型コロナウイルスにもかかりやすくなるでしょうということを言っています。実際、喫煙者はですね、呼吸器疾患にかかることに対して、タバコを吸わない人よりも3倍から4倍脆弱であるらしいんですね。はい、ということで、ダバオ市としてはもっと市内での喫煙者を減らすために頑張っていきますということが報道されています。さらに、ニコチン依存症と診断された人にはですね、ダバオ市から無料でニコチンパステルと呼ばれる医薬品が提供されるそうです。そのためにダバオ市として50万ペソの予算が割り当てられているとも報道されています。はい。というわけでですね、今回はダバオ市の MGCQ について、そして最後、今日の報道であった喫煙者に対する規制がさらに厳しくなったというお話についてお伝えしました。はい。私の動画ではこのようにフィリピン全国とダバオの情報についてお伝えしています。この動画がいいなと思われた方はぜひ高評価ボタンお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。